ゃあですね、今日もみんなでバトルやっていきたいと思います。お、レート一番僕上だね。5-3クリーピーケーブオブプライアンなんとかタン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 、これタンタンタン僕結構好きなんですよ。いやちょっともたらんで、もたらいで、ちょっと待って、ほら見て、一番最後に行ったじゃん。あ、でもこれ一番最後にしよう。アイテム取っていこう。よしか、これ猫ちゃん。よし、ちょっと待って、マリオ、いやっけ、惜しい。ちょっと待って、あー、もう一回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 出そう。あ、ブブー、出ないんだ。そうなんだ。よし、これ被弾してもいいから渡っていきます。もう一丁猫取っていきます。よし、でこれ渡っていくけど、こっちでいいのかな。キノピオ早いね。よし、これはもう中間ポイントいりません。よしよしよし、このまま走っていこうか。いやちょっと危ねえ、これは危ないぞ。よし、でこれ渡っていきます、渡っていきます。うわ、これ怖いね。どうしよう、ジャンプしてこうゆっくり行こうか。中間ポイント取ってないからね。ちょっちょっとあー、飛び越えればよかった。マジか、こっからか。タンタンタンだね。ちょっといやー、これはいけるかな。本当にいけなかったね。はい、うわ、みんな強いね。もうすぐピンクエスプラスの人2人もいるじゃん。スポーティンウィンターゲーム、冬のスポーツ的な感じかな。めっちゃ楽しそうと思ったけど、めっちゃ難しそうだね。これアイテム取っていきますか。よし、でこれ、ちょっと待って、よし、オッケー。ルイージ邪魔させねえぜ。でこのまま渡っていきます。よし、これ左と右どっちだろうね。これは右でいいよね、きっと。これ上とどっちだろう、どっち、これ上行きます。僕上行きますね。マジか、ちょっと待って、ルイージこっちだろ。よし、こう、そうですよ、でこう、よしよしよし、でこう、あルイージ終わった、あれルイージ絶対終わった。さあ、アイテム取っていこうか。なるほど、これね、多分赤コイン取っていかなきゃいけないよ、きっと。ここ多分そんな気がするね。それじゃあ赤コイン集めながらどんどん行きますか。これを下で多分赤コインあるでしょ、きっと。あ、もう誰か取ってんのね。よし、これみんなでするコースには向いてないと思うんですけど結構きついよね、あのオンオフのとこ。うわ、マジか、ちょっと待って、もう一回。よし、これなんかさ、アイテム1回出るときとさ2回出るときない？なんかどういう違いなんだろうね。うわ、待って、これあ、これダメだ、これ一旦こうやってしておいて。なんで当たった、今当たってなくない？マリオもう一回行こうね。何回もやり直ししてみんなで協力していきましょう。そんな争わないでさ、平和に行こうぜ、みんなね。これは簡単そう、最初に行きたいね。よし、ちょっと待って、キノピコよくそっから生き残ったね。よし、でこのまま渡っていきます。このままゴールがある感じっぽいね。あ、よし、アイテム取っていこうじゃないか。これどんぐりこのまま右に渡っていく。そうしたらゴールがあって、ゴールあって、やったわらび餅っていうこと結構見るんですけどね、めっちゃ強いのよね。さあ、今度はブンブンなんとかって書いてた。うーわ、これ最初に行った人の勝ちじゃん。これ誰か一緒に先に逃げていけた。上から行こうかね、上から行こう。もうあそこなんか争ってるっすよ、上から行こうぜ。これはよし、キノコ取っていきます。あ、オッケー。これ多分ブンブンなんとかって、いや、ちょっと待って、うーっと、マジじゃ、マジ下手くそ、下手くそすぎ、ごめん、マジで下手くそすぎ。よし、でジャンプのこっちか、上は何もないよね。うわ、これ難しそう、めっちゃ難しそう。上から行きます。ルイージ、え、今ルイージ落ちてったけど、よし、やった、わらび餅、やっぱわらび餅だよね。よし、わらび餅、さあこれでゴールでしょう。これで僕が、よし、来た、で、ヘップドロップ、よし、来た、これ勝ちだ、これ絶対勝ちでしょ。いや、ちょっと待って、あー、今どうでもいいってことにね、気づいたんですよ。ヒップドロップってさ、あの日本語に直したら落ちる
お尻まる、きた。皆さん知っての通り、僕が得意だこの横すく系のスピード勝負ですね。一番上行きます、僕一番上行きます。よし来た。待って、ルイージ上来ないで。あ、待って、やめて、嘘でしょ。マリオ、いやー、マリオ、マリオ、そういうことする、マリオそういうことしちゃうんだ。いいよいいよ、僕より遅かったら許さないからね、マリオ。で、これ上に行きます。で、これも上に登ります。よしよし。で、これ、いや、これはいいね、いいね。じゃ、マリオ、マリオ、マジで邪魔、マリオ、マリオ。マリオ、よし、やだ、うまいうまいうまい、マリオいいよ、マリオいいよ、よし、よし、いけいけいけ、よし、いっちゃん遅い。これ普通に勝負したかったな。ねえ、マリオも、マリオってマリオ疲れてるから、もうもうマリオ、もうこれ絶対勝ってたじゃん、もう絶対勝ってた自信あるよこれ。さ、今度スピランって書いてたね。これはスピードランっぽくはないけど、まあ、一番最初のこれは取っていきたい。よよ、みんなみんな争わないで、みんなここ争ったら落ちるやつだから、よし来た。で、これはよしよし。やった、これ勝った、勝った、やった。完全に、うん、なんかね、最近のミンバと短いコースがね多くなってきた気がするんですよね。ちょっと前までなんか長いコースが多かったんですけど、なんか最近短いコース多い気がするんですよね。さあ、次のコース名はスカイハイ。さあ、このコース僕は飛んでいく、スカイハイって書いてるからね、その名の通り飛んでいこうじゃないか。うー、マリオ、あ、ここ危ないね、ちょっと取っていこうか。あ、同じこと考えてる、マリオ。うわ、抜け駆けしようとしてたマリオ、危ない危ない。よし、これはチャンスです。今度上だね、多分これ出そう。え、何これ、え、どういうこと。あー、分かった、こっちか、こっち見えなかったね。よし、オッケー、マリオやった。マリオ、マリオやりました、僕その名の通りやりました。そしてルイージもやられてるね。今度はこれはいらない。このうお、よし、これ結構熱いんじゃない。ねえ、これ勝ったでしょ、これ、このコースで締めくくろね、締めくくりましょう、このコースで勝って。うっとっと、よし、マントマントだけ持っていく。よし、で、このマントを取って上上、オッケーオッケーオッケー。で、ジャンプのこのまま左でいい、こう飛んでいこう。飛んでいきましょう。いやー、危ねえ危ねえ。よしよし、これ勝ったでしょ、もうそろそろゴールだよね。スタースターじゃない、なんだあのハテナ。あのハテナ、もう絶対アイテムだと思うよね。うわ、当たっちゃったぜ、当たったっちゃで、ね、当たっちゃったぜ。神々だけど、これ落ちないようにしていきたいね。よし、ゴール来た。いや、どうもありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。